ンブンハロー YouTube。 ほんとやめね、それ前々から思ってたんやけどあなたのじゃないでの、それ何が？あなたの挨拶じゃない、僕のじゃない、僕のじゃない、ずっと気になってた。もうほんとにはい、どうもこんばんは、ガセになるんやぞ。どうもこんばんは、ガチャンネルのカズです。でエリでーす。はい、今日はね、なんか当選番号が発表されたということでさ、毎年恒例のあのお年玉、お年玉じゃない、年賀状お年玉ですね。そう、去年さ、すごいの当たったんだよね。1000分の1とかさ、1万分の1の確率のやつさ、1000分の1やったかな、やったような、すげかったの当たったんて。もて今年1万本に1本、そうそう、1万本に1本、2等当たりました去年。そうで、今年なんですけども、枚数的に去年ね、超えたかな、結構な枚数悪くない？多い気がする。じゃんと、ほらこれ、こちらでございます。ほんで、切手シート、うん、ってのも当たるんだよね。うんうんうん。で、なんか50円か70円か80円か知らんけど当たるの、それで、はいはい、切手シートが。というわけで、本日はですね、開封動画でございます。ほんで、今回当たった人には私たちから年賀状を送る。まあ100分の1の確率だからね、これ100万円ぐらいはあるのかな、どうも。100枚ぐらいあるかもしれんね。ね、でもまだ100、この中で1枚あるかどうか。ほんで、まあちょっと遠目にね、ちょっと見せておくけど、じゃーんと。どうよこれ、超かっこよくない？我が家の年賀状です、今年は。超本気、真ん中にベイビー抱いてね、超本気の年賀状でございますよ、こちら。ね、これ頑張ったよね。頑張った。ね、空撮して、ほんでそっからフォトショーで加工して、めっちゃ鮮やかな感じにしてさ。ポイントはこの温度差、服装の温度差、ここポイントです。でございます。というわけで、まあ、まず枚数数えてみようか。はい、ね、そっから、まあ、いろいろあるから10枚ずつで、分けてってね。よし、ほんで大丈夫。うん、はい、ざ1、こちら53枚、70と123枚や。おということは確率的に1枚ぐらい当たる可能性がある、あるということだね。というわけで早速ね、見ていきましょう。これすごいね、ドラえもんの年賀状。何それ。すごい 3D やこれ。嬉しいね。さあでは行きましょう。今年の当たり番号が1等2等3等ありまして、あ、3等ってさ、下2桁やね、はい、が51と45やで、2枚ぐらいは出てくるよ、2、3枚これ。ほんで2等が6470で、1等が293633あるかなー。欲しいなー。100万本に1本やって、おつ今年全部の10万円ね、全員10万？うん、一等は。それか1万点以上の商品旅行体験プラン等からの選択。すごい。なちょっと3等から探していこっかな。はい、あ、じゃあ1等から探してか。1等、1等からね。293633、はい、ちった。29すらなかった。なかったね。惜しいとかもなかったね。一切、やっぱ難しいなこれ。次2等6470。去年なんかほんと震え上がったよね。見つけたのは私や。うん、いやで震え上がってたよね。じゃん、やべ。でも去年めちゃめちゃ良かったよね。本当やな。ね、念願の CM 出れてさ、もうやっぱあれ運使い果たしたやんわ全部。CM に出たかったんか。うん、CM に出てみたかった。何よりもスターバックス。オートバックスや。スタバは出ねえよ俺。なんて全世界に顔さらしといて。うんうん、 CM の方がいいや。 CM オートバックスも美味しいやろ。北陸だけやけどさ、ちょっと見逃したらあかんよ、喋ってて。6470やろ。もしこれ当たったら今年も CM 出れるかもしれんの。みたいな、頑張ろう。6470、あ、64あった。こっちもこっちの64の1枚だけあった。64の子なんか一生懸命書いてくれて、ありがとう。そうそ、あら、ありがとう。はみ出して書いてくれて、ありがとう。あ、な、俺もさっきの64の人ちょっと見ようかな。え、かわいい、ありがとうね。豊田くん、豊田くんかな。出口紹介、あ、これ車の場所。あー、なかったか。そう、うまくいきませんな。うん、な、3と行こう。3とは来るよ。51番と45番行こう。来た来た来た。はい、沖縄の子でございますね。サイキちゃんっていうのかな。あ、JK です。沖縄の JK です。あら、沖縄の JK、 じゃーん、当たりました。やった、まず1枚よ。年賀状送ります。送ります。わー、嬉
嬉しい。1枚見つけつんた。51と45。あ、来たー。51番。早くも？早くも。来た来た。中学3年生の男の子です。ケントくん。ケントくん、はい、かわいい年賀状ありがとうございます。あ、すごい、ここカズチャンネル。お、ありがとう。すげえ、ありがとう。嬉しいね。うん、年賀状送ります。51、結構あるね。5145。そうそうそう、もう2枚積んだぞ。切ってめっちゃもらえるわ。やべ、俺らもめっちゃ送らんとあかんくなってもんじゃない、これ。どうなるやろ。今年は破産してまうかもしれんよ。破産。頑張ろう。え、終わったの？そっち終わったわ。終わった。終わった。みんなちょっと手が込んでて面白いんだよね。すごい、みんな上手。あ、終わった。終わった。終わりましたね。うな、ちょっとすごいの、ちょっと最後に1枚ずつぐらい紹介して終わりますか。あ、皆さんに返せないけどごめんな、ありがとう言わなきゃね。うん、ありがとうね、みんな送ってくれて。楽しみにしてんだからね。本当はね、1枚1枚送りたいんですけど、すいません、感謝を伝えます。棒読み。なんて棒読みか。本当に思ってんだけどさ、よく言われる。あ、これ結構好き。かわいい。哀愁漂っててなんか好きだよ。すごいこれ。めっちゃかわいい。かわいいの。何これとかもすごいのね。はい、まあこんな感じで終わりましょう。はい。今年は2枚ですね。はい。3等当たったということで、こちらお二方はね、私たちから年賀状書きますんで、到着お楽しみにお待ちくださいませ。でも皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました、毎年。全部読ませてもらいました。ね、ウームの方に送ると、うちらの方にね、数日ちょっと遅れて届くようになってますんで、うん、またね、もしよかったらまた来年の方もね、よろしくお願いいたします。いや、いいよ。よろしくお願いいたします。もう楽しいやで、これ欲しがったらあかんよ。よろしくお願いします。欲しがっちゃダメだよ、そこは。じゃあこんなとこで。